これね、薄手の夏用のグローブです。まあペラペラで手のひらにちょっとグリップ素材のものがついてるものですね。薄手なんですけどね、これだったら、これだとやっぱり入れるのに、まあ、引っかからないわけじゃないけど問題なく出し入れできますね。やっぱりここのバーエンドにこう1個止めて、1点、2点、グリップの根元で3点、ここで止めてるだけあって、3点止めにするとやっぱりしっかりしてて動かないので手は入れやすいです。あとこっちのバーエンドにね、こう友締めしてやることでね、これね、ここの開口口がちょっと開くような、こう開くような、潰されてこう縦に潰されて開くような感じになるんで、なので余計入れやすくなってますね。これ入れやすくなってるっていうか入れやすくなりましたね。これ正解だと思います。バーエンドで止めるのは、まあバーエンド止めれる方は止めた方が確実だと思います。ノーマルだとね、こちらのグリップの穴とこの紐しかついてないので2箇所止めになるんで、多分これここの開口口じゃこんな感じで閉まったままだと思います。そしてやっぱ手が出し入れしにくいのと、まあやっぱりこう動いてしまうと思います。ここが固定されてないのでこう動いてしまってちょっと入れにくいかと思います。3点止めにすることによってやっぱり出し入れはとてもしやすいですね。次、秋グローブでもちょっと試してみたいと思います。若干厚手になった秋用グローブ、冬はちょっと厳しいんですけど、秋だったらこれで十分いけるものですね。こちらも問題なく、これぐらいの厚さまでだったら問題ないです。うん、問題なく入りますね。夏用グローブよりは入れにくいですけど、まあ気にならずにスポッと入りますね。やっぱり開口口が開いてるのが大きいですね。まあこれぐらいの秋用グローブまでだったらまあいけそうな感じですね。ただ真冬用のグローブになるとちょっと出し入れは引っかかったりしてちょっと厳しいかもしれないです。